はい、では英検2級の2023年のね、第1回の問題をまあやっていきますと。で、28ですね。まず、まあ、何が聞かれているのかっていうのを見て、本文をバーッと読んでいって、で、まあ、選択肢見ていきますと。はい、では28番ですね。まあ、メールの受け手のミス・ミッチェルさんは、said that she、いわく、まあ、彼女は何と言っているかということをまあ意識しながら、まあ、本文読んでいくということですね。はい。まあ、なかなか難しいですね。まあ、まず、構文として、you mentioned that。まあ、あなたは述べましたと。that 以下の内容をっていうね、言ってますと。で、その述べてる内容がこの辺ですね。because ばこの辺が、まあ、that 以下の内容だと。で、had not used、これがちょっと難しいので、過去形に戻すと。because you studied Spanish in high school but didn't use it for several years と。まあ、なんでかというと、あなたは、まあ、スパニッシュを勉強しましたと。high school、高校で。けど、まあ、あなたは didn't use it。それ使えませんでしたと。for several years。数年間ということですね。これが、まあ、過去完了になっているので、まあ、had がついて、まあ、did が消えて、not 残って、use が used になっているっていうような感じですね。まあ、意味としてはほぼ一緒で、まあ、使わなかったと。数年間。スパニッシュということですね。で、それ踏まえて、まあ、いきますと、まあ、you mentioned that。まあ、あなたは、これ述べるですね。that というかの内容を述べましたと。because 理由ですね。なんでかというと、あなたは studied スパニッシュ in high school 高校で、スパニッシュを勉強したんだけれども、but hadn't used it、 それ使いませんでしたと。for several years、 数年間。で、you are not sure which lesson to take と。あなたは、not sure だと。まあ、わからないと。何がわからないのかというと、which lesson to take。どのレッスンを to take していいのかわからないって言ってるんですね。で、次が、まあ、don't worry, we offer free language skills test と。まあ、心配しないでください。私たちは we offer 提供しますよと。A free language skills test。まあ、無料の language skill テストですね。テストを、まあ、提供します。心配しないでくださいって言ってますと。で、次ですね。まあ、この辺ですかね。once、まあ、何々したらとか、何々するとすぐにっていうね、意味ですと。decide to do、to do することを決心するですね。これはまあ、よく出てきますと。ここはちょっと厄介なので、まあ、抜き出しますと。で、まあ、過去形にすると、Once you decided to join Speak Easy Language School と。まあ、何々したらすぐに。あなたが、decided 決心したらすぐに。何を決心するのかというと、to join。この語学学校にジョインすることを決心したらすぐに、みたいな感じですね。で、これが完了形になっているので、have がついて、decide が decided となっているんですね。で、まあ、この decide to do の形が分かってて、完了形がまあ、ちゃんと分かっていると、この辺パーッとね、読めるのかなと思いますね。で、まあ、初めからいくと、まあ、you can take the test once you have decided to join Speak Easy Language School と。まあ、あなたはできますと。テストをね、受けることができますと。それはいつできるのかというと、once 何々したらすぐにですね。you've decided、決心したらすぐにですね。何を決心したらというと、to join。まあ、そのランゲージスクールにジョインすることを決心したらすぐにテストを受けれますって言ってるんですね。で、まあ、次、help 人、動詞の原型で人が何々を助けると。本文では help you pick the right problem と。まあ、助けますあなたをですね。で、どんな風にかというと、選ぶのをピックするのですね。何を選ぶのかというと、the right problem、まあ、適正な正しいプログラムを、まあ、ピックする、選ぶのを助けますよって言ってるんですね。それを踏まえて本文いくと、One of our instructors will use the result to help you pick the right program for your ability, your goals. まあ、one ですね。複数いる一のインストラクターの一人のインストラクターが will use, まあ、the result, その結果を使いますと。で、何のために使うのかというと、to help you, あなたをヘルプするためですね。何のヘルプかというと、pick, 選ぶ。何を選ぶのかというと、right program。まあ、適正なプログラムを選ぶためにですね。で、これは何にとって適切なのかというと、for your ability and your goals。あなたの能力、もしくはあなたの目標にとって、まあ、適切なプログラムを選ぶ手助けをしますよって言ってるんですね。はい。で、次ですね。まあ、まずこの塊。これちょっと日本語になんか訳しづらいんですけど、an idea of the methods。まあ、アイデアですね。何のアイデアかというと、アイデア of The methods, 方法。まあ、方法のアイディアみたいな感じですかね。あと、まあ、that で二文が一文になっていますと。一つが、you can take private lesson to get an
an idea or the methods と、まあ、あなたは、take することできますと。何をかというと、private lesson ですね。それは何のためにかというと、to get to 得るため。何を得るのかというと、an idea or methods を得るためですと。で、もう一つが、we use an idea or method to add to、まあ、easy language school と。まあ、私たちは使います。その方法のアイデアというのを使います、語学学校でということですね。で、ここの、まあ、アンデーブメソッドが一緒なので、本当は、まあ、ここ、ユースの間にあるんですけど、これを、まあ、一つをダットにして前に出しているという感じですね。で、本も行くと、You can also take a free 20 minutes private lesson to get an idea of the method that we use at language、school と。まあ、あなたは、まあ、また受けることができますと、テイクできますよと。何をかというと、A free 20 minutes private lesson。まあ、20分の無料ですね。無料プライベートレッスン受けれますよと。まあ、体験で。で、何のためにかというと、to get an idea of the method と。まあ、ゲットするためですね。この an idea of method をゲットするため。で、これっていうのはどんなのかというのを修飾してて、we use、本当はここにあるんですね。we use an idea of the method。これが前に出てる。で、このまあ、idea of methods っていうのは私たちが使ってるんだと。実際語学学校で使ってるやつなんだよということですね。で、まあ、問いに戻ってきて、ミス・ミシェルの曰く、まず何て言ってるのかというと、まあ、正解は1番なんですけど、She didn't know which class to sign up for. 彼女は、まあ、知らなかったと。わからなかったと。何をわからなかったというと、which class to sign up. どのクラスにサインアップすればいいのかというのがわからなかった。で、これがまさに述べられているので、これは正解ですと。2番は、She has never studied Spanish before.まあ、have never studied 勉強したことがない現在の時点で今回は had never 過去のある時点でしたことなかったということですね。でこれまあ述べられてないので×ですね。過去に勉強したって言ってましたね。3番は She wanted more information about teaching method 彼女はまあ欲しかったと。何欲しかったのよ。より詳しい情報がで何に関する情報かというと about teaching methodまあなんか教える方法についてもっと情報を知りたかったって言ってるんですけど、そういったことは述べられてないので、これね、×ですね。で、4番。She was at high school と with one of the instructors. まあ彼女は高校にいましたと。で、with、一緒に。まあ、複数いるうちのインストラクターの一人が、まあ一緒の高校だったって言ってるんですけど、まあそういったことも述べられてないので、これも×ですと。